チャカカーンはアメリカ合衆国イリノイ州出身の女性 R&B 歌手。驚異的な歌唱力で1970から1980年代に R&B の女王と呼ばれ以降も精力的に活動。非常にアクティブな性格でレコーディングの際アレンジが気に入らないと殴り合うこともあったらしい。ホイットニー・ヒューストン、メアリー・ジェイ・ブライジなど多くの女性歌手に 多大な影響を与えた。女性歌手では、アレサ・フランクリンとともに R&B を代表する存在と言われる。芸名の、チャカは、アフリカの言語で、炎、赤いという意味。本来は、釈迦と発音するのが、正しいようだが日本では、チャカで通っている。カーンは、最初の夫のせい。実定にシンガーベーシストのマーク・スティーブンス。実前に、シンガーのタカブーンがいる。 娘のインディラカーンもシンガー。1973年、ファンクバンド、ルーファスのボーカルとしてデビュー。翌年、スティービー・ワンダーが提供したテルメ・サムシング・グッドが大ヒットし、以降もヒットを連発した。1978年には、名プロデューサーであるアリフ・マーデンの下でソロデビュー。デビュー曲、アイム・エブ・リューマンは、後にホイット・ニー・ヒューストンがカバーした楽曲としても、 知られている。1982年にはルーファスが解散してソロに専念する。解散ライブアルバムにボーナストラックとして収録された新曲エインとノーバディがヒットし代表曲の一つになった。1984年にプリンスのカバーフィールフォーユーが大ヒット。ラッパーメリーメルを起用したヒップホップの先駆けとなる先進的なサウンドで 同年のデイビッド・フォスター作のバラード、スルーザ・ファイアと共にヒットした。1980年代後半以降は、商業的に不遇だが、1989年発表の、クインシー・ジョーンズプロデュースによるレイ・チャールズとのデュエット曲、I'll Be good to You が、R、R&B チャート1位のヒットとなった。1992年のアルバム、ウー m a ア I Am アは、グラミー賞。 最優秀女性ソロ R&B アルバム賞を獲得した。この頃はドイツに在住していたことがあり、一部の楽曲では現地のプロデューサーを起用している。日本ではファクツオブラブがトヨタラブ4の CM ソングに使用された。R&B のみならず様々なジャンルをこなす音楽性の幅広さで知られ、近年はジャズ歌手としても高く評価されている。 1980年代以末にはマイルス・デイビスとたびたび共演した。1995年を発売予定だったアルバムデア・ユー・ツー・ラブ・メが発売中止になるなどの経緯を経て、1996年のベストアルバムを最後にメジャーレコードとの契約を解消。1998年には彼女と同じようにワーナーとモ元を分かったプリンスのインディーズレーベル NPG からアルバムカムにマイハウスをリリースした。2002年映画永遠のモータウンに提供したマービンへのカバーホワッツ・ゴー・イン・オンがグラミー賞を受賞。2004年にはイギリスのサンクチュアリレコードよりジャズ・スタンダード州クラシカーンをリリース。2006年ソニー BMG 参加の新レーベルバーガンディレコーズと契約した。2007年9月に 同レーベルから新アルバム、ファンクディスを発売。ビルボード総合アルバムチャート初登場15位と自身、最高の初登場順位を記録し、約10年ぶりにシーンの第一戦に返り咲いた。メアリー・ジェイ・ブライジをフィーチャーしたディスリスペクトフルがクラブプレイチャートで1位を獲得した。第50回グラミー賞では、ファンクディスが最優秀、R&B アルバム、 ディスリスペクトフルが最優秀 R&B グループに輝き通算10回目の受賞となった。現在でも若い頃と変わらない声量やハイトーンボイスを保ち、リリースは少ないが多数のアーティストの作品に客演したり、精力的なライブ活動を続けている。日本に関連するものとしては、1996年に日本のアーティストチャギアスカの楽曲を 世界中の一流アーティストがカバーするトリビュートアルバムワンボイス・ザ・ソング・オブ・チャゲアスカに参加するなどしている。ありがとうございます。